雪景色のノイ・シュバンシュタイン城シュバンガウの町シュバンガウである。アルゴイ地方南部のロマンティック街道沿いに、町内にはアルプッコやシュバンコがある。故障、編集主な湖自治体の構成、編集この町は公式には8つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。人口水位、編集ホルン近郊のフラウエンベルクや、 バンバルト湖北岸から出土した道具類からシュバンガウに最初の定住がなされたのは石器時代の中期に遡ると推定されている。ダイドルススとティベリウスが率いるローマ軍は紀元前15年にアルプス先山地方をドナウ川まで征服した。皇帝クラウディウスはもともと小形であったアルペンベクを道幅5メートルのローマ街道ビア・クラウディア・アウグスタに作り変えた。この街道は ローマ本国とライティア属州とを結ぶ主要街道となった。当時はフィュス戦に補給部隊が駐留していたのだが、その退役兵は軍の退職手当として近隣の小さな土地をもらい、土着の人々と生活共同体を形成していった。こうして、例えば2世紀のローマ浴場跡が残るターゲルベルク入植地やフォルゲン湖近くの小さなビラルスティカが形成されていった。 284年から305年に多くの箇所でゲルマン部族がローマ防衛線を突破し450年頃おそらくは平和裏にローマ帝国は崩壊した。アレマン人は600年頃にシュバンガウ地域に定住し工作を行った。おそらくレヒ川を遡ってきた人たちがシュバンガウの開墾を始めたと考えられている。シュバンガウの北外れに 現在約130基の墓が残されている。8世紀のキリスト教家の開始に伴い、その後の墓からは副葬品がなくなっている。アレマン人の行方は定かではない。この頃、746年にバルテンホーフェンの教会が創設された。これは、レヒガワウガンで最初のキリスト教の教会で、聖マグヌスと聖トッソにより創建された。 シュバンガウの最初の文献記録はカストラムスワンと記された1090年の資料である。これは現在のイ・シュバンシュタイン城が建っている岩山にあったホルダーシュバンガウとヒンターシュバンガウの二重城塞を指している。この城塞はベルフ家の所有物であった。ベルフ家のミニステリアールシュバンガウ家がシュバンシュタインに住んだ。1191年にベリフ6世が亡くなると シュバンガウのベルフ家書領は、シュタウフェン家のものとなり、1268年に、帝国領となった。この時代に、シュバンガウ家の最も有名な人物である、ミンネゼンガーのヒルトポルトフォン・シュバンガウが誕生した。1215年から1225年に、彼が読んだ歌22編が、ハイデルベルクの歌謡写本や一部は、バインガーデン歌謡写本に残されている。 1428年にウルリヒ本シュバンガウの4人の息子の間で領主権の分割がなされたが、その後経済的に立ち行かなくなった。乱脈経営と相続争いのこれによりシュバンガウ家はバイエルン公のシュバンガウ管理者となった。1521年にハインリヒとゲオオルクのシュバンガウ、兄弟はボルムス帝国会議において、 皇帝カール5世からシュバンガウの自由領と霊園を授けられた。しかし早くも1535年にはこれを皇帝の助言者でアウクスブルクの都市貴族ヨハン・パウムガルトナーに3万5000フローリアンで売却している。1536年に兄弟は亡くなりシュバンガウ家は断絶した。ヨハン・パウムガルトナーは後輩していたシュバンシュタイン城を建て直し、 ホルダー・シュバンガウとヒンター・シュバンガウの二重城塞や、フラウエンシュタイン城は放棄された。1549年に、ヨハン・パウムガルトナーは亡くなり、二人の息子、ダーフィトとゲオルクが領試権を相続した。1561年に、ダーフィト・パウムガルトナーは、ホーエン・シュバンガウを、ブランデンブルク・アンスバッハ・クルムバッハ編脅迫、ゲオルク・フリードリヒに仕入れした。ゲオルク・フリードリヒは、 1567年にこの領主権をバイエルンコアルブレヒト5世に売却した。パウムガルトナー家の抗議は退けられ、法バンガウを含むこの地は帝国からバイエルンコへの霊園と認められた。30年戦争の戦乱に加え、シュバンガウにはさらなる混乱が襲った。ペストである。1635年から1636年に渡って流行し、 人口を極端に減少させた。死者は夜の間に手オ死者で聖ロマン教会裏のペスト墓地に運ばれた。この大災害の後、町にはチロル地方やエンガディーン地方からの移住者が住み着いた。おそらく校舎がシュプヘと呼ばれるシュバンガウに特徴的な建築様式をもたらした。法園シュバンガウ上続く数十年間、シュバンガウの城は何度も城主を変えた。 1800年から1809年のナポレオン戦争の間に城はひどく損壊し、1820年には単なる廃墟として売却された。1832年に獲得した王太子マクシメリアン、後のバイエルン王マクシメリアン2世はこの廃墟を購入し、ドミニクス・クバグリオの計画、設計に基づいてネオゴシック様式の城に改築した。 マクシミリアンの長男ルートビヒ2世は、かつて、ホルダーシュバンガウとヒンターシュバンガウの二重城塞があった場所に、ノイシュバンシュタイン城を建設した。低組織は1869年9月5日に行われた。建設工事は1886年に王の死によって中断され、この城は完成されていない。20世紀にはいる直前、シュバンガウ観光が盛んになり、 テンションやホテルが建設され始めた。これに伴い観光業に従事する人口も次第に増加した。1938年に当時の町長、プファイファーの下、シュバンガウニクアパークが建設された。町の様々な努力により、時が経つにつれ、ルフットクアオルトとしての名声は広がり、1986年には、ハイルクリマティシャークアオルトという称号を得た。 1953年から1954年のホルゲン湖の関留は町に大きな構造変化をもたらした。これにより当時の町域の1、4にあたる1071ヘクタールの土地が水没した。ドイテンハウゼン集落、ホルゲン集落、ブルンネン集落の一部がその犠牲となった。この町の主要産業は観光業、手工業、小売業、農業である。シュンガウには、 鉄道駅はない。フュッセン、方園シュバンガウ、及びその他のアルプス山脈の町との間でバスが運行されている。ノイシュバンシュタイン城、ありがとうございます。